TBS みたいに国を売る売国のテレビ局放送局にとって私がよっぽど不都合なんでしょって話なんですよ。TBS に干渉、飯山狩り日本保守党、候補者の中から私の名前だけを消した問題、浜田聡議員が放送法第4条違反である可能性について問い合わせ、今日のポスト。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。まずこちらのポストをご覧ください。 TBS でテレビ局は東京15区の立候補予定者から私の名前だけ消したんですよ。 TBS にとってよっぽど私が不都合なんでしょう。 TBS は変更報道を認めさせて謝罪させた私のことが嫌いなんです。では飯山狩さん、日本保守党の街頭演説をご覧ください。 TBS ってテレビ局は東京15区でこういう人たちが立候補を予定していますというその候補者の中から私の名前だけを消したんですよ。そういう扱いを受けてるんです私。ということはね、 TBS みたいに国を売る売国のテレビ局放送局にとって私がよっぽど不都合なんでしょって話なんですよ。あのね、私ね、中東研究者なんですよ。でこれまでもね、 TBS のね、中東に関するね、変更報道何度も指摘してきたんですよ。そしてね、 TBS にその変更を認めさせて謝罪させたこともあるわけですよ。だからね、 TBS ね、私のことが嫌いなんですよ。そして TBS はそういう自分の好き嫌いによって候補者をこいつ嫌いだから放送しなくていいやと、そういうことをやっている放送局なんですよ。私はそれぐらい TBS に嫌われています。しかし私にはここにいらっしゃるように皆さんがいます。ありがとうございます。ぜひこういう大手メディアの変更報道、そういうのに紛らわされ、惑わされず、そして自民党の嘘、こういうものにももう惑わされるのはやめて、本当に私たちの手で私たちの国を守っていける、そういう政治に変えようじゃありませんか。ありがとうございます。いかがですか。本当に分かりやすく土星論でしょう。そして浜田聡議員が動きました。浜田聡事務所より総務省へ以下質問を送りました。回答が来ましたら公開しますということですが、質問内容は衆院補選東京15区について TBS の報道が放送法4条違反でないかとの指摘が SNS 上で出ています。引用元浜田議員の投稿リンク貼り付け。1、これまでに国政選挙において放送法4条違反などの指摘により問題となった事例について総務省が把握されているものを教えてください。2、1についてこれまでに候補予定者の報道のあり方について問題となった事例の詳細を教えてください。3、一般論としてまもなく始まる国政選挙において全ての立候補予定者を報道しない、取り上げない候補者がいることは放送法4条違反に当たりますか。4、上記衆院補選での TBS の報道は適正かどうか総務省の見解を教えてください。適正ではないとの見解であればTBS に対して何らかの対応される予定はありますか。そして TBS が動き、日本保守党の飯山狩さんを取り上げました。朗報、飯山狩 TBS に干渉、目下 TBS 相手に3連勝中です。これも全て応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。これからも日本を守るため変更メディア、売国政党と戦っていきます。応援よろしくお願いします。そして作家でジャーナリストの門田隆翔氏のポストをご覧いただきます。放送法4条違反をやってのけた TBS が東京15区補選のニュースで一昨日を打って変わって日本保守党の飯山狩氏を取り上げた。殺到する激しい抗議がよほど応えたらしい。これからも日本を守るため変更メディア、売国政党と戦っていきますと飯山氏。これがマスコミ、視聴者は一刻も早く地上波から脱却を。いかがですか。ではその他の引用ポストを数件ご紹介します。これは日本国民の戦いでもあります。皆様、飯山狩さんにぜひとも勝っていただきましょう。
これだけのリスクを冒して TBS に何か利点はあったのだろうか。つかの間の留飲下げ。民主主義は数だから、有権者視聴者を甘く見ると怖いでよ。井山かれさん、おめでとうございます。偏向報道に完全勝利。これからも全力で応援いたします。ネットの時代でよかったですね。昔はやりたい放題やったんやろうなと思う。いかがですか。結局のところ浜田聡議員の質問書やネットなどで拡散され、怒りの抗議が TBS に集中砲火。その結果仕方なくとりあえず取り上げたというところでしょうか。とにかく地上波などの偏向報道や歪曲報道は目に余るものがあります。ご視聴いただきました皆様はいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見コメントをお寄せください。そしてチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。